YouTube の皆さん岡田博ですえー、長野県飯山市の雪と寺と町のシンボル広場にやってきました今先ほどですね C56 の先ほど SL 公園の元飯山線で活躍していた C56 のレポートしましてこれからですねこちらの町と寺の 雪と町と寺のシンボル広場をですね、現地レポートしていきたいと思います。で、こちらの、で、こちらはですね、旧善光寺、善光寺旧仁王像の門とのことなんですけど、善光寺の、あのー、入り口の門なんでしょうかね。その門の、仁王門の前には、 実はこのような釣り鐘があるんですね、このような寺和の鐘、よくお寺にある鐘があるんですね、これも実は町のシンボルなんですね。で、こちらはですね七福の鐘っていう、えー、これ、間違ってたらごめんなさいなんですけど、多分善光寺の寺の鐘かなと思うんですけども、はい一応説明文はこちらに書いてありますね。はい 実はこちらの七福の鐘なんですけど、実はこれですね、あの飯山線の、これ、まだ北陸新幹線が開業する前の頃のあの飯山線の旧飯山駅のホームにあったあのー、寺の鐘なんですね。<laughs> はいえ、こちらなんですけどあの、元飯山駅のホームにあった寺の鐘なんですけど、残念ながら北陸新幹線が、この飯山市を、北陸新幹線延伸開業で、この飯山市に北陸新幹線が通ることになって、その建設工事に伴って再開発で、その飯山駅が。 JR 飯山線の飯山駅が、そう、新幹線の飯山駅に移設することになって、そう、再開発でなくなっちゃったんですね。その飯山線の旧 q 飯山駅にかつてあったホームの釣り鐘っていうのがこちらですね。はい。なんか、ジュアの鐘によくありそうなんですけども、残念ながらこちら、七福の鐘はですね、鳴らしていい時間帯は、はい。 えー、10時から15時までとのことです朝早くはちょっとなら朝と夕方はちょっと鳴らせませんのでちょっとこちらは気をつけてくださいさすがにこれも飯山市のあのシンボルでして結構立派ですよね俺も実は小中学の時にあの飯山線の鉄旅であの飯山駅に 1回か2回ぐらい来たことあるんですけどこのような立派な釣り鐘が駅のホームにあったっていうのは珍しいですよねでそしてこの向こうに見えるのが新飯山駅ですねはい屋これ釣り屋っていうスーパーがあってこの向こうにあるのが あの北陸新幹線開業後に新しくできてあこちらが北陸新幹線開業によって新しくできた飯山駅の新駅舎で,で JR 飯山線の飯山駅のホームもこの新幹線の飯山駅の高架下に移設することになったんですねこの,この高架下にあるこのホームらしきものが飯山線の,旧の新飯山駅のホームですね。 でこの通り飯山駅とこの周辺なんですけどもう新幹線が遠心開業で通ることによってもう再開発で変わりましたよね。本当にねもう新幹線が通ると遠心開業すると街の周辺が再開発で変わってきたなと思いますよね。 でそしてなんですけど、はい、そしてこちら、新しく作られた踏切ですかね、あ新品でピカピカで、いいですね。で、あとですね、ああ向こうにホームが見えますね、はい、ホームがよく向こうに見えるんですけども、そうですね、あれがですね、飯山線の飯山駅のホームですね。 立派ですねあ駅から出発する気配110撮りたいですよねなんかいや本当に変わりましたね北陸新幹線の開通であこういうサムネイルもいいねこれにしようかなでちなみに飯山線の旧 そしてこちらですね。で、こちらに、あのー、線路があるんですけど、この分岐器のある線路なんですけども、はい。なんか信号状のような線路になってるんですけど、実はここですね。ここにかつて、飯山線の旧飯山駅のホームがあった跡地になるんですね。ここにかつて飯山線の旧ホームで釣り金があったホームが、ここにかつてあったんですね。 で飯山線が本当にそうですねこれこそ飯山線の重大な遺構でその面影ですよね。2線の線路なんでかつてここにホームがホー島式ホームがあって寺をイメージした駅舎があったんですよね。 これなんでしょうね、現役でつ、これなんだろう、信号場ってかな、これなんだろう、信号場として使われてるのかな、なんか入れ替え用の分岐器があるんですよね、これなんだろう、保線車の入れ替えで活用してるんですかね、ちょっと分かりませんけど、この飯山駅の、旧飯山駅ホームの跡地のこの線路なんですけど、これ、保線車の入れ替えとして使われてるのか、ちょっと分からないですけど、 これ知ってる人だったらちょっと教えてほしいですねいや飯山線の鉄旅するんだったらこの飯山駅の旧駅跡も探索もいいかなと思いますよねだってここにかつて飯山線の旧飯山駅があったんですよねもう向こうの新幹線の駅側に移設した後もだいぶ変わりましたよね再開発で いやすごいね。こんなに再開発で変わっちゃうとは。で、そしたらですね、今度は、こちらの、あの、雪と寺と町のシンボル広場をレポートしたいんですけど、あ、なんかここにコンクリートの、どなんかコンクリートがあるぞ。あ、この土台なんだろう。これ、旧飯山駅の駅舎の跡地なんでしょうかね。 なんかこれわかんないですけど、これ井山駅の旧駅舎の土台跡かななんかそれらしき名残があるけど、まあ、間違ってたらごめんなさい。知ってる人いたら教えてほしいですね。ああ、なんか花も上は花壇もあって、地域住民の愛情感ってありますよね。木もこんなにあって。で、こちらが旧善光寺の仁王門なんですけど、立派ですよね。すごいな、これ。 ああ、これが、これが当時の善光寺の仁王像なんだ。えー、すごいね。こういうのがあったんだ。じゃあちょっと中入ってみると、ああ、仁王様立派だ。うわあ、すごい。いや、さすが、仁王様。 いや、仁王様、映してしまってごめんなさい。ちょっとレポートさせてください。申し訳ありません。あー、これが仁王門の由来か。ちょっと尺の都合もあるんで、こちらちょっと省略しますね。見た読みたい人はこれ一位停止してみてください。ちょっと申し訳ないですけど、ただ少しはしときますね。見たい人は一位停止してみてください。 あここを入るとかつてお寺があったんですかね、分かんないけど、でそしてこちら、公衆トイレとか、これ、観光案内でしょうかねで実はなんですけど、この寺と町と、これ雪とこれ、寺と町のシンボル広場、確か間違ってたらごめんなさいですけど、ここがかつて飯山駅の旧駅舎の、跡地旧駅舎と、その駅前広場の跡地かなと思うんですよね。 この通りもう再開発されて後方はないのはしょうがないですけど、あ、ここに駐車場があって、こう、公衆トイレと観光案内所ですかね。それが作られたんですけど、あ、こういうサムネイルもいいかな。こういうサムネイルもいいかな。あ、なんかいいかもしんない。 確か飯山駅の駅舎ってこんな感じだったような気がするんだよな。違ったかなここにかつて飯山線の旧飯山駅があった跡地なんですよね。あれ、こんな感じの駅舎だったっけ違ったかな確か駅舎こんな感じだったと思うんですよね。ちょっと間違ってたらごめんなさい。ああ、この灯籠と花、いいですね。あこういうサムネイルもいいね、なんか。 ああ、で、そしてここに、雲水っていう、なんか石像、なんか銅像がありますね。この雲水ってどういう人なんだろうこれ知ってる人とはちょっと教えてください。気になりますね。このう水なんですけども。何なんだろうね。いやーこの。 仁王像、本当に立派ですね。仁王門立派ですよ。ちなみに、飯山の寺って何だろう善光寺なんかな飯山って寺の町ってなんか言ってます、言ってるけど、何だろう善光寺かなわかんないけど。ちょっとこれ知ってる人いたら教えてください。ちょっと俺、あんまり飯山市のこと俺知らないんで、あ、のんびりしていきなって書いてある。 あ、観光案内所なんかなここシルバー白金って言うんだシルバー人材センターって言うんだうんあ花の時もやってるんだえー、すげえシルバーってことはこれ60代の人が勤めている観光案内所なんですかね え切り絵とかあー終戦記念日かあ鳴らしたい時はこれこの案内所の係員に声かけないといけないんだあ公衆トイレなんだここああちゃんと完備されてるんですね公衆トイレなんだここいやー旧飯山駅の跡地は。 本当に再開発されて、こんなに新しく生まれ変わっちゃったんですかね。北陸新幹線は最終的には大阪、新大阪に延伸する計画があるけど、新大阪延伸開業後、この飯山の街ってどうなってんのかなもっと再開発で大都会化すんのかなわからないけど。まあ、ここまで来たらサムネイルもね、ランドックか。 うんこういうのもいいねあとそうだよねこの旧飯山駅のホームのこの七福の鐘とこの新飯山駅これもコラボしておくか。 ああこういうのがいいかなこういうサムネイルもいいねはいそれではですね異常をもちましてこちら飯山線旧飯山駅の跡地寺と 寺と町のシンボル広場の現地レポートはこれで終わりにしたいと思います。飯山線鉄旅で、ぜひここも立ち寄るべきだなと思います。それでは現地レポート終わりにして、次は飯山駅を現地レポートしたいと思います。それでは。